最後は食感のトップ3を発表していきます。椎茸が全く食べられない人におすすめのキノコ、食感編第3位はキクラゲです。出た、キクラゲ、すべてのランキングに登場。それだけ椎茸からかけ離れたキノコということですね。匂い編でも解説しましたが、コリコリプリプリの食感はかなり独特です。そのままでも細く切っても主役は俺だと言わんばかりの存在感。あー、食感を楽しむってこういうことなんやなーというのを教えてくれるキノコです。余談ですが、以前台湾のキノコ農家の方からキクラゲドリンクなるものをいただいたことがあるんです。飲んでみると甘くてプツプツしてて、まあ、とにかくすごかった。これは日本全土で味わってほしいので、タピオカの次はキクラゲドリンクブームが来たらいいなと思ってます。椎茸が全く食べられない人におすすめのキノコ、食感編第2位は舞茸です。ここに来て初登場の舞茸。食感は椎茸や他のキノコに比べて野菜に近いです。似た食感として例えるなら、ほうれん草のおひたしの根元近くの茎の部分、あそこを食べてる時に近いなという印象があります。もちろんキノコなのでグニュッと感はありますが、その中でもザクザク感が一番あるキノコです。薄いので葉物野菜にも形が似てますしね。特筆すべき点はマイタケディフラクションというベータグルカンをよく含む成分。難しいこと言いましたが、免疫力を上げてくれる糖の塊をよく含んだ成分が多く含まれているということです。ちなみに英語でマイタケです。普段は普通のキノコなのに、ある切り方をするだけであの海の幸に変化させることができるからです。そのキノコは